どうも激辛ラジオです。今日もみんなの心火をつけちゃおうぞ、やっていきましょう。はい、今宵は茨城県にあります激辛ラーメン専門店レッチリさんに来ております。こちらも辛さレベルが分かれてるんですけれども、今回はマックスの黄泉の国と言われる辛さレベルに挑戦したいと思います。一応こちらのラーメンには、ブートジョロキアとレッドハバネロが、加えられた、とんでもない激辛ラーメンとなっております。それでは挑戦していきましょう。レッツゴー。早速中入ってきたんですけど、これねメニュー表を見ると、豚そばやら、あと汁なし系もあるんですけれども、これねどのあのラーメン、まあそばと汁なしもできるんで、今回はちょっと最近ラーメン続いてたね、今日はちょっと汁なしマーラー汁なしの黄泉の国で、挑戦していきたいと思います。おお、マーラー汁なし黄泉の国、マーラー汁なし黄泉の国、うわいただきます。さあ、マーラー汁なし黄泉の国、どれほどの辛さが楽しみですね。黄泉の国、ちょっとまだこれね具材で、麺の概要が見えてないので、ちょっとひとまず崩しましょうか。これこれは美味しい、うま辛いな、しっかりこのブートジョロキアとレッドハバネロの辛みがあるんですけど、その後にこのニンニクの効いたこの味付けがうまいですね。そしてこれ麺は極太なんでね、ボリュームもしっかりあります。スパイスが効いててしっかり美味しいね。そしてこのチャーシュー、参りました、これはうまい、あジューシー、もやしとキャベツがシャキシャキでいいですね。美味しいね。なんか激辛二郎系みたいな感じですよ。山椒の粒が入っているので、この粒を食べるとこうピリッとしびれるような刺激がありますけど、それの刺激がまたこの食欲を増進する潤滑油になってます。体の内側から温まってまいりました。これは濃厚だ、美味しいね。激辛混ぜそばでもうおでこの周りは汗をかいてきましたけども、ほんのりね。さあ、残りわずかとなんだら食べ干してこの激辛ごとに気をつけていきます。
それでは早速辛さレベルの発表していきましょう。激辛ラーメン専門店レッチリさんのマーラ汁なし麺、読みの国辛さレベル辛さレベル 6.5 です。ブートジョロキアとレッドハバネロを効かしたね、辛みがやっぱりこうしっかりとした辛みがありました。なおかつそこに山椒、山椒の粒をね噛むとそれまた辛みが増進して、より食欲を湧き立てるような一品になりました。あとはねこれニンニク好きにとってはたまらない。もうねこれニンニクがねこの辛いスープと よくマッチして、美味しくすれたのではないでしょうか。まあ今回は汁なし麺でしたけれども、まあそれ以外の普通に豚そばとか普通のラーメン、あとはね辛いの苦手な方でも普通に辛くないラーメン豚そばとか、ありますのでぜひ、茨城寄った際はレッチで、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。というわけで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あとツイッター等々、あと激辛ブログ更新しますのでぜひチェックよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。